です。ナム。今日はジャジャン、バッティングセンターに来ております。今回は1分間座禅修行シリーズ。御仏が1分間座禅をして精神を研ぎ澄ませて心を空にすれば集中力向上。楽天ゴールデンイーグルスの松井裕樹選手、170キロ剛速球を打ち返すことができます。松井裕樹投手のストレート170キロが出るバッティングセンターにやってきました。ちなみに野球経験はゼロです。まずは手始めに80キロのストレートを打ち返してみます。こんなもんですね、80キロ、はい、ということでこのような調子ですが、1分間座禅をして精神を研ぎ澄ませて心を空にすればできないことはない。170キロの剛速球打ち返してみせます。松井裕樹投手、見ていてください。それでは参りましょう。いかがでしたでしょうか。球当たりましたよね。奇跡起きました。しゃー、当たりました。これは座禅の力と言っても過言ではないのでしょうか。まだまだ御仏の修行は続きます。以上、これにて